ようにとお願いしたことから命名。浅草神楽は男性の吉原通いの口実によく使われました。吉原の主役花魁、ほんの一握り高級の夜、教養もある、習い事も小さい時からみっちり仕込まれた。遊女は上座、客は下座、シンデレラの白馬に乗って馬車でお迎えに行くぐらい、誰でも簡単に会えるわけじゃない。吉原で遊ぶ時の決まり事を知っていますか？